で、砂糖、醤油、みりんを入れました。魚肉ソーセージ、魚肉ソーセージ弁当作っています。魚肉ソーセージ弁当が完成しました。魚肉ソーセージ、しそ昆布、七味、ポテトサラダ、を添えてみました。魚肉ソーセージ弁当です。そして、つぼ漬けを加えてみました。つぼ漬け、しそ昆布、つぼ漬け、しそ昆布、魚肉ソーセージ、ポテトサラダです。魚肉ソーセージを1本使いました。ポテトサラダ、つぼ漬け、しそ昆布、魚肉ソーセージです。では食べてみましょう。砂糖、醤油、みりんで味付けをしました。美味しいです。タレがご飯にかかっております。魚肉ソーセージ、七味がかかっております。塩昆布いただきます。タレが美味しいです。魚肉ソーセージ、甘くて美味しいです。ポテサラいただきましょう。つぼ漬け、タレを多めに作りましたんで、タレがご飯の下をくぐっております。さあ、美味しそうです。甘いタレが食欲をそそります。
以上です。